コークスクリューっていう技になります。片足を振った斜め軸のバク宙に1回ひねりを加えた技になります。コークスクリューで大事なポイントとなるのが、この片足をきちんと振り上げてから体全体を絞ること、それと地面をしっかり見てから着地しに行くことが大事です。振り上げてからひねってあげないと、ひねりはできたとしても縦の回転が足りずに横で落ちたりっていうのがあるので、きちんと振り上げてあげることが重要です。